ハロー YouTube。 本日なんですけど、今日はですね、ホリエモンことホリエ高文さんが、まあ、インターステラテクノロジーという、まあ、自身のロケット会社作ってられるんですけど、そこで、なんかその、天下ロケットっていうのを、なんかに、今年のね、夏頃に、まあ、打ち上げる予定らしくてね、それにニュースについてね、少し話したいなと思います。まあ、まあ、結論から言うとね、僕はね、面白いなというか、楽しみだなっていう感じで、まあ、要はその、まあ、一つ目、まずシンプルにすごいじゃないですか。今までだって、なんかロケットを、まあ、そもそも日本で打ち上げるっていう人がいなかったわけですよね。で、そこで一度ね、打ち上げを成功したわけじゃないですか。で、今度3回目なのかな ?4 回目なのかな、なんかよくわかんないですけど、まあ、なんかまた打ち上げるんだなっていう、次どうなるんだなっていう、結構楽しみで、結構日本でロケットを打ち上げるっていうのがある意味、その非日常じゃないというか、普通になってきつつあるのかなっていう意味ではね、すごいなっていうのが一つ目です。そして、これによって、その若い優秀な人たちがロケットを作りたいって思う人が増えると思うんですよね。今までって絶対そういう人いたと思うんですけど、本当に優秀な人しか、NASA に行くしか方法はない、JAXA に行くしかないっていうことだったと思うんですけど、今はそうじゃなくてね、民間でも作れる時代に、まあ、そんなにハードルは、以前よりは、まあ、低くなってるんじゃないかなっていうことで、これ本当にすごいことだなと思います。そして、まあ、天が、なぜ天がなのかということなんですけど、まあ、これは、ね、ただ単純に、まあ、多くの人に親しみを持ってもらいたいとか、その宇宙っていうのはやっぱりね、多くの人にとってはなんか身近じゃなくて、その一部のその宇宙飛行士とかも、本当にプロ野球選手の中でもイチローとかもそういうレベルなんじゃないかなと思ってたんですけど、そうじゃないと。もっと敷居を下げるために、まあ、一つね、天がと、いうのに組んだっていうのが一つ目。そしてもう一つが多くの人に知ってもらえるからだということで、要はそのインターネットって2000年とか1998年とかそれぐらいの時って、なんか初期のインターネットが広まった時ってね、結構このエロ系が元になって広まったっていうのが多いらしいんですよ。要はそのエロサイトでインターネットが広まるみたいな。結構ね、エロ系っていうのはね、普及してないものを広めるのに結構すごい効果があるらしくて、それ、堀江さん使ったんじゃないかと言われているというか、多分言ってたはず、本人も言ってたんじゃないかなということです。ということで、まあ、今年の夏にね、天下ロケットを打ち上げするということなんですけど、まあ、かなりね、楽しみにしていたいなと思います。まあ、これによってね、宇宙身近になったり、作りたいっていう人はね、今までだと NASA とか JAXA 行くしかないっていう人でもね、なんか身近に行けるような世の中になるとね、ますます面白くなってくるんじゃないかなと思います。あとね、やっぱり今世界でね、イーロン・マスクとかジェフ・ベゾスとか、ものすごくすごい人たちが宇宙を見てるんで、今後、まあ、堀江さんとか、また前澤さんとかも宇宙を見てますしね、今後どうなっていくの、注目したいなと思います。ということで、何かコメントある方、ぜひともね、していただけたらと思います。あとね、チャンネル登録とか、高評価とか、僕もっとね、おすすめの本とか、こんな感じでおすすめの本とか、他にもね、時事ネタとか、どんどん話していきたいなと思いますので、ぜひともね、チャンネル登録よろしくお願いします。コメント待ってます。ということで、じゃあね。